バウンティーラッシュ知っておいてほしいキャラ特性3選。1人目、オロビアンドフィルムレッドナミ。お宝をダッシュした時にブーストゲージが 5% 増加します。そのため、この2人がいたら1陣と2陣抜かせてやってください。間違いなく勝率上がります。ただ、オロビナミ側も1陣抜いたら俺は言っておいた方がいいです。ディフェンダー視点何も言われないと少し複雑な気持ちになります。ありがとうといいハートで返すこのスタンプのやりとり。ブラボー。ブラボー。2人目、ゼット&フランキー将軍。彼らはお宝エリア内に味方がいないとよろけず吹っ飛ばされなくなり、旗をかなり守りやすくなります。そのため、一緒に旗を守ってくれるのはありがたいんですけれども、旗の外に出て行ってほしい。もう気持ちだけで、十分です。シフト制？ 3 人目、シャンクス。赤髪の覇気状態中はターゲットされなくなります。そのため、味方にシャンクスがいる場合、近づかないでいただきたい。本来当たるはずのない瞬間移動スキルの巻き添い食らったりします。でも覇気状態中に近づけるってことはシャンクスの覇気が弱いだけなんじゃ。うそっぷー。バウンティーラッシュ知っておいてほしい特性第2弾。1人目、キング。お宝エリアに味方がいないとダッシュ速度増加プラスよろけ無効がつきます。ダッシュ速度はいいとしてよろけ無効がなくなってしまうのが少し痛い。3回攻撃された後もよろけ無効のおかげで取れる場面が割とあるんで、旗の外で敵を妨害してくれると助かります。2人目、カイドウ。旗をダッシュするとスキル1のラグナラクのクールタイムが短縮されます。開幕時ラグナラクは打てない仕様になっているので一陣譲ってくれると助かります。ちなみに青カイドウは旗ゲージを貯めると防御力が増加していくので、オリン使いの方は100バーまで貯めたら旗の外に出てほしい。カイドウ注文多すぎん。3人目、オリン。ディフェンダー時敵を無視してお宝ゲージを最大 150% まで貯めてくれます。ゲッターとしてのお願いなんですが、オリンが2人いる時どちらかは詩人の援助に来てほしい。命がけで詩人を取ったのにオリン2人は高みの見物という光景が割と見られます。自分だけだったらすみません。今回の3人は年末から現在にかけてよく見るキャラたちですが、次の新キャラで誰がどうなるか楽しみですね。今回は今話題になっている立ち回りについてキャラ別で紹介していきます。1人目、カイドウ。スキル1のラグナラクで一番遠い敵旗に瞬間移動します。そのため敵にカイドウがいた場合、特にアタッカーの皆さんは裏取りを警戒しておいた方がいいです。終盤一陣に瞬間移動してやられるということが割とあるので、カイドウがいれば極力固まらず裏陣のケアを1人はしておいた方が勝率は上がると思います。2人目、オリン。オリンの仕事としてはディフェンダーで 150% の旗ゲージを作っていくことが大切です。たまにゲッターになり攻めまくっているオリンを見かけるんですが、それだと特性を十分に活かしきれていない。攻めは基本味方のゲッターに任せて、オリン自体は C 陣でどっしり構えておく。余裕があれば減らされた旗ゲージを貯めていくといった方がはるかに強いです。攻めたい気持ちはわかりますが、あくまでこのキャラはディフェンダー。3人目、キングのスキルには現時点最も早く C 陣に到達します。オリンが味方にいた場合 C 陣を取るとかなり優位になるので、極力初手キングで行った方が勝つ可能性は高くなるのかなと。この時オリンが2人いた場合はどちらかは C 陣のサポートに行ってやってください。